中華層1993年にドイツで行われた世界陸上競技選手権大会中国の女子長距離陣である馬軍団は次々に世界記録を打ち立てた選手たちはスタミナ源としてこの東中火葬のスープを飲んでいたこのことが大会後メディアに報道されて東中火葬が 健康食品として注目を集めるようになったこの冬虫花草はキノコの一種世界でおよそ500種あるとも言われるがその生態に特徴がある中国やチベットで薬として扱われているは一種類だけその一種とは標高 4000m 級のチベット高地で採れるその東中冬虫花草は陶器には 生きたコウモリガの幼虫に感染して菌体を作る夏になるとコンボ状のキノコとなり小実体を作るしたがって外観はコウモリガの幼虫そのものである標高4 0 0 0ルというと富士山よりも高い動物はもちろん植物にとっても生きるためには極めて厳しい環境です強い生命力がなければ生息できません 細胞へせ重ねする性質3は抜群まだ生きているコウモリガの幼虫に寄生するのです寄生された方は徐々に栄養を吸い取られ夏には完全に死に絶えると同時に寄生した頭虫仮装は胞子をばらまき次の獲物を探すのですしかし生産地限定でしかも全くの天然物なので倍価がかなり高い 給品の相場は 100g で10万円前後のようです。